アンタレス、またはサソリザアルファー星 A は太陽系からサソリザの方向約550光年の距離にあり、サソリザで最も明るい恒星で全点21の一等星の一つ。夏の南の空に赤く輝くよく知られる恒星の一つである。スペクトル分類では M 型の赤色超巨星とされている。アンタレスはかつて直径が太陽の百三十倍とされ、 理科年表も長らくこの値を採用していたが、実際はもっと大きな星で、直径は太陽の680倍とされている。以前は明るさと表面温度から大きさを推定していたが、現在は干渉系によって実測しており、過去と現在の直径の違いはこれを反映している。明るさは太陽の4万5000から12万9000倍と考えられている。 アンタレスはかつては1733日の周期で0.88等から1.8等まで変更する SRA 型の半規則型変更性とされていたが実際はそれほど大きな高度変化は見られず変更母子総合カタログでは0.88等から1.16等まで変更する LC 型の脈動変更母子とアメリカ変更性観測者協会では2180日の 周期で0.75等から1.21等まで変更する SRC 型の半規則型変更星と各々分類されている。変更の振幅が小さいため、眼視観測ではアンタレスの変更はほとんど確認できず、むしろサソリザデルタ製の方がアンタレスより変更の振幅が大きく、眼視観測でも変更を確認しやすい。サソリザアルファ星系は実施連製で、 1.09等の主星 A から2.9秒離れたところに5.2等の番星 B が見える。番星は主星から550天文単位の距離にあるものと推測されている。二つの星のスペクトル型はアンタレスが M1.5、B 星が B2.5 であるため、アンタレスが赤く、B 星が青白く見えるはずだが、実際には、 色の対比効果による B 星は緑色に見えることが多い。またアンタレスも赤とは言っても真っ赤というよりはオレンジがかった赤色に輝いて見える。B 星はアンタレスの370分の1の明るさしかないが、それでもなお太陽の170倍の明るさで輝いている。二つの星の高度差が大きいため、分離には合計150ミリメートルほどの望遠鏡が必要で、 あると言われるが、超焦点の良好な光学系を持つ 80mm 屈折望遠鏡で、観測の報告例もある。昇降系で主星と万星を分離してみるには、両星の高度差が大きいため望遠鏡の視界のコントラストに影響を与える、内面処理も光学系の精度とともに重要である。万星は、主星が月により遠平される際に、 小口径の望遠鏡で数秒間見ることができる。晩星は1819年4月13日の月によるアンタレス食の際に発見された。晩星の軌道についてはよくわかっていないが878年の周期で好転しているものと推測されている。アンタレスは白道に近い位置にあるので月による沿平すなわち生殖が見られることもある。 他の恒星が月に隠される場合は、その光は瞬間的に消失するが、アンタレスでは10分の1秒ほどかかる。アンタレスの主直径が非常に大きいためである。また、王道から5度以内に位置する4つの一等星のうちの1つで、あるため、稀に惑星による遠平が起きる場合がある。2400年11月17日には、金星によるアンタレス色が起きる。 毎年12月2日頃、アンタレスの北5度の位置を太陽が通過する。片有名のアンタレスは、ギリシア語名のニュータウローイータから来ている。これはギリシア語で、ニュータウイオタローイータすなわち、活性に寄港するを意味している。このギリシア語の説当時であるニュータウイオタマイナスは、多義性があるのであるが、日本語でのアンチの語源であることから、アゲンスト2イコール。 反のニュアンスで捉えられしばしば火星に対抗するものと訳されている。また、同様にライバル2すなわち火星の敵とされることもある。しかしながら、ニュータウイオタマイナスにはシミラー2との意味合いもあり、火星に似たとも解釈できる。プトレマイオスによるラテン語版テトラビブロスではマルティコンデトゥアとあり、後者の意味合いで捉えられている。また、 ホメーロス風の表現をするのであれば、イクイバレントをぶすなわち、火星と同等というような意味合いになる。王道の近くに位置することから、この星は時折火星と接近することがある。その時、その赤い色から火星と競い合っているように見えることからその名前がついたものと考えられている。なお、この名はプトレマイオスの神託室に見えるが、星座の神話書。例えば、 アラートスのファイノメナには見えない。2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアンタレスをサソリザアルファ星への固有名として正式に承認した。他にサソリの心臓を意味するラテン語コルスコーピーやカーベレイクラブやラテン語ベスペルティリオなどの固有名がある。和名の赤星や 中国名を大化あるいは単に火と呼ぶのも、この星の色に由来している。死教貧風7月には、7月流化の句があるが、火はこの星を指しており火星のことではない。黄昏時に火が西へ沈むことで、秋の訪れを意味するが、しばしば、火のごとく暑くなる7月とも誤解される。別名、VDB107 とも呼ばれる。火、領域であり、 アンタレスの周りを取り囲んで赤く輝いている。IC4606 は他の非領域のように h α 線も観測されているが、主に1回電離の鉄による気線で光る星雲である。アンタレスはサソリ・ケンタウルスアソシエーションの最も明るいメンバーであるが、その中でアンタレスを中心としたサソリ座周辺の星を特に CR302 と呼ぶ。 CR302 は三回星団に分類されるが明るい星が多いものの三回星団としてはまばらなので見応えはあまりない。CR302 の主なメンバー一覧ありがとうございます。